使者、こちらから送った使者は諸葛丹に斬られたそうだ。なんだよそれ、あいつらしくもない。諸葛丹、何があったんだ。諸葛丹は激高すると何をするかわからない。私はそう忠告しましたよ。話を戻しましょう。城内には後に逃亡した文金もいるようです。裏切り者同士、さぞ仲がいいんでしょうね。諸葛丹の範囲は決定的だ。師匠、もう悩む必要はあるまい。やはりそうなるか。理由を追求するのはその後だ。全軍に次ぐ呪春を攻略し、反逆者諸葛丹を捕らえろ。諸葛丹、お前が本気ならこうするしかない。呪春の諸葛丹を撃破する。進軍せよ。文金が来、文事件、いざ参る。ここを落とし、敵本陣へと攻め入るぞ。なんという勇猛さだ。あやつの戦意を削ぐことはできぬものか。敵の要所を叩く。またも我が部が退けられようとは。私はどこかで道を誤ったのか。敵将討ち取ったぜ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。やっと帰れるぜ。させぬぞ。申し訳が立たぬ。ここの兵糧はみんな俺たちのもんだ。
敵の分まで食ってやろうぜ。やっと帰れるぜ。で、伝令、守衛様が襲撃され、兵糧が奪われました。何、兵端戦を読まれたか。このままでは籠城を続けられぬ。敵将討ち取ったぜ。その調子でやればいいものを。援軍が来たか。これで私の作戦はより万全なものになるな。すでに敵本陣に偽の救援依頼を出している。誘い出された御将などすぐに撃てるだろう。やっと帰れるぜ。お見事、見せつけてくれますな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。進軍開始。押さえておきたい場所があるの。ここを退くことはできぬ。何としても奴らを撃退するのだ。というわけか。そして私は所詮
犬。諸葛丹は捕らえた。いつまでこんな戦いを続けなきゃならない。申し開くことなどない。さあ、私を斬るがいい。いや、聞かせてもらうぜ、諸葛丹。今までずっと義に忠を尽くしてきたお前が、どうして反乱なんて起こした？今さら何を言う。私に反乱の疑いをかけ、密偵にまで探らせていたのは貴様ではないか。密偵だと？俺は知らない。あくまでしらを切るか。このような時だけ狡猾なことよ。それだけではないぞ。しばし殿は自らが悪となろうと不和の根源を断つことで天下を安定させていた。だが貴様は職との和睦を図るなどして、しばし殿のやり方を否定しようとしている。貴様にしばし殿の後を継ぐ資格はない。諸葛丹、お前の言い分は分かった。じゃあ俺の話を聞いてくれ。兄上や父上、それから宗妃殿に曹操殿、あの人たちが目指したのはただ一つ、乱世の収束だ。その志を継ぎ完遂させることこそ宗義の継承だと俺は思っている。な、やり方は時代や人によって違うだろうさ。そのやり方に固執して志を見失っちまったら、兄上や父上にあの世でどやされる。今まで葬儀を支えてきた人々を冒涜することにもなるだろう。私が間違っていたのかもしれない。諸葛丹、なあ、俺がお前を疑ってるって誰から聞いた？それは陛下だ。私は陛下に利用されたのだな。だが芝生殿の言う通り、陛下のやり方では乱世は終わらぬだろう。諸葛丹、芝生殿、私を処罰してくれ。乱を起こし多くの兵や民を犠牲にした罪は重い。その代わり、どうか自分に従った将兵たちは許してほしい。分かった。将兵の命は保証する。感謝する。これからどうする、師匠？密偵を放ったのはお前だな、果樹。密偵の存在が諸葛丹に反乱を起こさせた。奴の言を気にしているのか。それ以前に奴は帝とつながっていた。遅かれ早かれ背いていただろう。それとも故意に反逆を起こさせたと俺を罰するか。いや、いい。一度巨匠に戻るぞ。反乱の罪は全て諸葛丹が負った。文金もすでに死んでいる。だからお前たちは処罰しない。芝生殿、感謝いたします。感謝いたします。もしお許し願えるのなら、今後は芝生殿のために戦いたく。戦いたく。そうか、お前たちが力を貸してくれるなら嬉しいぜ。これからよろしくな、文王、文庫。はい。ありがたき幸せ。
やっぱりそういうことか。これまでの内乱は全て陛下の差し金だったとは。無理もないことだろう。いや、道理だと言うべきか。しばしは力を持った。それは才と実力、そして実績に見合った力だ。それがただ血筋のみで天使となった者にどう映るかなど考えるまでもない。なあ、めんどくせえ。俺たちは葬儀のために尽くしてきたってのによ。ああ、誠実に、ひたむきになる。そしてその過程で曹操を討ち、政敵を排してきた。それがこうも裏目に出るなんてな。もはやお前は葬儀の脅威なのだ。どうする、師匠よ。このまま神戸を垂れ、奴らが腐れ落ちるのを見届けるか。これが俺の天命ってことか。葬儀を終わらせる。俺たちの手で新しい時代を作ろう。芝生殿、義弟からあなたを討伐するよう招勅が下りましたよ。帝から名指しされた気分はどうです？ついに来たかって感じだぜ。向こうもやる気満々ってことだな。紹介、すぐに当該と文王を連れて蜀との国境を固めてくれ。なるほど、愚直な脅威がこの木を狙わないわけはありませんね。あなたご自身の安全はそちらでしっかり守ってくださいよ。元気、果樹、俺と一緒に洛陽に来てくれ。